はい、トーラエラの川原です。今回は Vegas Pro モーション解説動画のシリーズとしまして、こんな感じのショート動画なんかでよくある無数の動画や写真を縦にスクロールするアニメーションの作り方を解説していきます。こちらの表現、作り方のアプローチいろいろとあるのですが、今回は Vegas Pro で一番シンプルに単純に作れる方法でご紹介していきます。 ベガスプロモーション解説動画はアニメーション制作、モーションデザインの視点からベガスプロの使い方を一から学べる動画講座です。今、動画編集ソフトのベガスプロを購入すると、こちらの本編も付属していますので、ぜひ合わせてご活用ください。では、実現を行っていきます。まず、動画のサイズ、縦動画の形にしていきます。プロジェクト設定を開いて、幅を1080、高さを1920とします。 これで縦動画のサイズとなりました。縦動画にするとサムネイルがちっちゃくなってしまうのでコントロールを押しながらマウスのグリグリで大きくしておきます。そして一つ目の素材を配置。今、縦動画の画面に対して横長の動画、16対9の動画を配置したのでこのように真ん中に小さく表示されています。今回はこれをそのまま単純に下から上に画面外の下から 上に移動するアニメーションをつけていきます。動画のイベントエフェクトから、オフセットとラップを追加します。まず、ラップモード、繰り返し表示はオフにしておきます。そしてオフセットで位置を調整します。これですね。下の真ん中、横座標と縦座標の数値ですね。 横座標は0で中央を表示でマイナス1で一番下画面外にあると。この状態でアニメーションを有効にします。すると0秒の時に下にあると。そして時間を進めた時に数値を1にします。するとタイムラインの動向をチェックすると0秒の時は下にあって 時間が進むと上に移動すると。こういったアニメーションとなります。再生すると、こんな感じですね。そしてこの動きの速度はこのキーフレームの間隔ですね。速くすると移動も速くなり、後ろにずらすと、ゆっくりになると。 今回はこれぐらいの速度で作っていきます。これで一つ目の動画を配置することができました。そしてこの動きを次々順番に並べていくというものになりますので、あとは単純に数を増やしてタイミングをずらすだけで次々と縦スクロールする表現を作ることができます。コントロールキーを押しながら素材をドラッグして複製。タイミングをずらします。 こういうことですね。そしてこれに対して素材を入れ替えます。入れ替える素材を右クリックドラッグで重ねて、離して、テイクとして追加。これで素材が入れ替わります。とういう感じですね。まあ、あとはこれを繰り返すだけの単純作業です。コントロールドラッグで複製して、 タイミングをずらす。右クリックドラッグでテイクとして追加。コントロールドラッグで複製して時間をずらす。とても簡単です。右クリックドラッグのテイクとして追加。素材が増えていくので、遅くします。コントロールドラッグで複製して、タイミングを ずらす右クリックドラッグでテイクとして追加繰り返しですね右クリックドラッグで入れ替えコントロールドラッグで複製必要な分だけ増やしていきます 右クリックドラッグで重ねてテイクとして追加するとこんな感じとなりますひとまず今回はこの8枚で進めていきます細くします そしてスタート位置を設定します。例えば、ここですね。全体が表示されているここをスタート位置にしたい場合は、何もクリックで選択していない状態で、トリムの開始をクリックするとスタート位置が統一されるので、この状態で0秒に移動します。すると、こんな感じとなります。 さらに続きが欲しい場合は同じ操作で増やしていくといった形ですね。まああとはテロップを配置するなりして一つのシーンにしていくとメディアジェネレーターのタイトルおよびテキストでテキストを配置して上に置くと。 こんな感じで簡単に作ることができます。これで完成です。こんな感じで難しい操作を必要なくすごい簡単に作ることができておしゃれな演出になりますので実際に活用していただけますと幸いです。まあ、ちょっとしたキーフレームアニメーションなんかも使っていますのでアニメーション初心者の方の練習のお題にもいいんじゃないかなと思いますのでぜひチャレンジしてみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。